おはようございます。11月18日今たまスタート。さあ今週のスタジオはこのメンバーでお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。そしてナレーターはあけさかさんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日のラインナップはこちらです。はい、おしたま第3弾、うん、ゲストは今たまの出演は2回目となる花輪さんです。翔んで埼玉の続編映画公開直前ということで、うん、映画と一緒に埼玉をもっと推したくなるスポットを巡ります。花輪さんはスタジオにも登場しますので皆さんお楽しみに。楽しみ。そして今週はテレタマ感謝祭ウィーク。竹坂さんお願いします。はい、リモコンの D ボタンを押してデータ放送のゲームにチャレンジ、ポイントを貯めると豪華賞品が当たるチャンスです。今たまからは彩木のゴールデンポーク味噌漬け3種セットを3人の方にプレゼント。豪華ですね。そして後半にはいつもの素敵なプレゼントのお知らせもあります。ぜひ最後まで見てください。さあ最初のコーナーは花井さん。はい、ということで、シリーズ私の推し埼玉推し玉第3弾でございます、うん、ということで今回のゲストはですね、公開直前映画翔んで埼玉の第2弾、翔んで埼玉琵琶湖より愛を込めてへの出演、そして主題歌も歌ってらっしゃるお笑い芸人の花輪さんです。さあご紹介させていただきます。はい、春日部市生まれで春日部親善大使も務めている花輪さん、ベース漫談が人気を博し、2003年の佐賀県をヒットをはじめ、2019年には埼玉県の歌が映画翔んで埼玉の主題歌に選ばれるなど、ミュージシャンとしても活躍中です。前回 の埼玉県の歌もね、あの口ずさみたくなるメロディーと、あの自虐的な歌詞も印象的でした ね、うんうん、ね。さあそんな花輪さん、今たま2回目の出演ですけれども、はい、前回もあの金井さんとロケに行って、はい、春日部市を、ね、巡って。そうなんです、前回は、ね、春日部市だったんですけども、うん、今回の推し玉はですね、翔んで埼玉の続編映画とともに、もっと埼玉を推したくなるスポットを一緒に巡ってきました。ご覧ください。推し玉第3弾スペシャルゲストの花輪さんです。はい、どうも花輪でございます。パパ行ってあげてね。あー、よろしくお願いします。いや久しぶりですね。お久しぶりです。嬉しいな。3年ぶりみたいですね。あ、もう3年経つ。はい、あれからよく覚えてるのが、はい、あのソーシャルディスタンスっていう言葉を初めて聞いた日だったんですよ。そうです、2人ともマスクもつけてましたし、マスクでやたらこんな離れて、そう、ね、こんな顔してたんだね。そうです、金井君は、ね、マスク外したの初めてですもんね。こんな感じでやってましたけど、はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、うん、まあ、今回、翔んで埼玉の映画の続編が、はい、あるということで。そうなんですよ、はい、ついにね。それにも、はい、もちろん花輪さんが、はい、僕も出演もしてまして、はい、そして主題歌も今回やらせていただいております。マイラブ埼玉。もう佐賀は捨てました、いや佐賀は捨ててはないですよ。佐賀は捨ててはないですけど、やっぱり行く頻度はね、はい、だいぶ変わりましたね。もう8人で埼玉ですね今ね。あー、すごい嬉しいですね、これは。今回はその映画の続編で、うん、どうやらこの行田市にスポットが当たるという、うん、まあネタバレもあるんで、うん、まあ、どう当たるかとかはちょっと詳しくは、そうだね、それは見ていただいてって感じですか。はい、見ていただいてということなんで、うん、ちょっと、まあ、行田といえば、はい、とりあえずこれだろうということで、うん、こちらの埼玉県民なら誰しもが知ってる、はい、こちら。風が語りかけます。うまい、うますぎる十万石まんじゅう、埼玉銘菓十万石まんじゅうで、おなじみの十万石本店にやってきました。出ました。もう埼玉といえば埼玉一の銘菓ですね。ということで、まず2人が訪れたのは十万石。県内各地に店舗を構え、ここで作られる十万石まんじゅうは言わずと知れた埼玉を代表する銘菓の一つです。翔んで埼玉とのコラボ商品も販売中とのことで、早速紹介してもらいましょう。
今回コラボさせていただいている翔んで埼玉様のおまんじゅうがこちらでございます。すごいよ。マルサという形の、埼玉県民の証もお入れしまして、すごい、ご用意をさせていただいております。焼き入れの大変じゃないですか。そうそう、こちらの焼き芋すべて職人が手作業で一つずつさせていただいているような形です。手作業で。おまんじゅうがさらに美味しくなるようにと、うん、職人が思いを込めて一つずつ丁寧におさせていただいて、だから美味しいんだ、ありますよね。すみません、ありがとうございます。すごいな。おー、ありがとうございます。すごい。彼があれですね、あの方が焼き印 の王様で、今回そうですね、職人をご用意しております。だいぶこう焼いてる感じがありますね。ゴルフ焼けで。そうですよ、海焼け。海焼けです。海焼け。海ないだろ。海ない。海ないだろ、埼玉。何焼けかはさておき、職人たちが手作業で行うというその焼き印を特別に押させてもらうことに。ちなみにコツはどういうツアー、はい、一回やってみましょうか。え、いいんですか。いいんですか。はい、大丈夫でございます。どんまいで職人の方を出します。あ、やらんかい。綺麗なことをね、やりそう。自分がやね、自分がやんないの。指示するタイプ。ちょっとじゃあ姉さんに。すいません、いいですか。ちょっと一回こう、どういう感じで。はい。うわ、音が、すげえ、ジューって言った。早っ。あ、結構でも押してるよ。はい、押し込んでますね。結構押してる。じゃあちょっと初焼き。お、あ、うまい。どうですか、これ。どうですか。相当うまい。相当うまい。あ、でもちょっと待って、ここ軽く出ちゃってますね、あんが。あ、ダメです。ダメです、ほら、出ちゃってる。いや、ジャッジ甘くないですか。これはでも、これ作るのも大変ですよね。そうですね、真鍮でできているものになるんですが、こちらを発注をかけて1ヶ月待って、はい、この焼き印が来るという。はぁ、先輩にやられてた。先輩にやられてた。使えるか、その。そんなゴリゴリ昭和のエピソード、むちゃくちゃ昭和のエピソード放り込んできた。じゃあ行きますよ。お、ほら、ほう、あれ、もうこれ、ね、平行に行かなきゃいけないから。本当にうまい。ほら、あら、どうでしょう。上手ですね。めっちゃうまくないですか。均等ですもんね、ん、濃さとかも。ぜひ明日から、いや、雇ってくれますか。焼き職員として。ありがとうございます。ぜひ。ちょっとこいつと交代で。こいつと交代でお願いします。すみません。弊社の工場長。工場長。すみません。こいつで出ます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。うわ。うまい。うますぎる。あ、やっぱ。出ますよね。出ます。うん、まっ。マジマジ。うん、まっ。うまい、うますぎるというフレーズは宗像志功先生からいただいたフレーズではあるんですが、餃子名物にしておくにはうますぎるとおっしゃったそうなんですね。あ、そっちの意味なの。餃子だけじゃもったいないっていう。そうです。原材料の小豆一粒、うん、米一粒のこだわりから生まれるこの十万石饅頭は十万石の美味しさの原点であります。ぜひたくさんの方に食べてもらいたいなと思ってますし、弊社は与田を中心として県民の皆様と埼玉県を大いに盛り上げていければなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのフレーズにそんなエピソードがあったとは。十万石まんじゅう、これからも愛され続けてほしいですね。次にやってきたのは春日部市にある緑スーパー。飛んで埼玉で有名なあのセリフ、そこら辺の草でも食わせておけにちなんだそこら辺の草商品が人気のスーパーです。え、これそこら辺の草で作った、え、天丼。何言ってるんですか、野田さん。埼玉でそこら辺の草といえば、はい、新鮮な野菜のことなんですよ。やっぱそうですよ。そうですよ。美味しい野菜でしかった。野菜天丼。そうです。名前こそね、そこら辺の草ですけども、はい、310円安いですね。はい、埼玉にかけてます。あ、なるほど、はい、埼玉で、はい、本当にここの緑スーパーさんは、
もういろんな人から聞いてたんですよ、はい、一度来てみたくて、はい、そうだったね、初めて会えたんですよ。僕からしてもずっと会いたかった人なんですよ。やっぱこの名物というか名物そうですよ、はい、それであのずっと僕のいろいろこうやつもね、はい、作ってくれたりしてて、メニューとか見てくださいよ、はい、これすごいな。これは埼玉であの名物を作ろうということで、はい、埼玉で名物といえば花輪さんしかない。嬉しい、埼玉の弁当、本当にありがとうございます。嬉しいわ、埼玉の弁当全部870円、870円、花輪で、そう、ここにもあります。ほら、それもこっちも行っちゃいましょう。ほら、これもそこら辺の埼玉丼。そう、緑スーパー含めそこら辺の店4店舗とそこら辺の小学校4校がコラボして、それぞれオリジナル弁当を開発。それらを持ち寄り、そこら辺の埼玉弁当 SB1 グランプリを開催予定なんだとか。そんな地元を盛り上げる緑スーパーの人気商品草天丼をいただいてみましょう。とその前に、他にも気になる商品が。これパスタが、ね、多すぎますよ、これね。この辺がいいんです、ね、またね。パンが乗っかパスタなんだ、はい、そこら辺の草ベーゼパン、草ベーゼ、草パスタシリーズ、草パスタシリーズ、草ロンチーノパンと、はい、草ロンにサラダパン、草悪口みたいになってますけど、草ビッキーナポリパン、ね、はい、花輪クリームパンもあります。わ、ちょっとこれも見てください。これです、これもちょっとおすすめなんですよ。超おすすめです。これ花輪さんをイメージした。そうです、そうです、花が、花が、はっ、花が、で、ちなみに横は、横はビビレ大きい。これこれビビレじゃないんだ、ビビレで、はい、今回のその、うん、あ、そうですね、設定が続編との、うん、はい、コラボ、コラボが、コラボって、うん、はい、勝手にですけど、はいはい、はいはい、こちらです。あ、鹿のケツクリームパン、鹿のケツパン、東西の対決になるということで、はい、関西をちょっと意識した鹿のケツと、あと糞に見立てたこのこれがチョコボールのピーナッツ。ちょっと鹿の糞ではないです。そうです、糞ではありませんね。あくまで、いや、面白いこと考えますね。あ、琵琶湖、琵琶湖、琵琶湖、すごい色、これ琵琶湖なんだ、琵琶湖、本当だ。あ、臭い色、臭い色、汚いところなのかなと思って、ディスってますよ、汚くはない、憧れ、憧れ、エメラルディス、いや、ディスってますよ、これ。なるほどね、こんなのじゃないから、琵琶湖。じゃあ、ちょっと選んだのいただきましょうか。はい、はい、お願いします。これはもうだからね、そこら辺の草と言っときながら、はい、春日部名物のお野菜たちでございます。そうです、うわ、特にそのブロッコリーとナスは朝草刈りしてきました。えー、えー、そうなんですか、はい、朝、朝です。このブロッコリーももう、はい、初物ですよ。いただきます。はい、朝です。買った、すごい硬かったですか。バリバリですごいサクサク音こんなに聞こえるすごいですね。おいしい、はい、そのお野菜たちは決まってるんですか。もう決まってないんですか。あ、決まってないです、季節ごとに、はい、なってます。じゃあちょっと行きましょう、はいはい、そこら辺の花輪クリーム、うん、いただきます。はい、どうですか。うわ、うん、どうですかちょうど想像通りです。そうです、ね、はい、これパンにクリームにグミ、ちょぴったり想像通りです。美味しいものしか入ってない。美味しいものじゃない。グミなんだ上ね。グミですよね、これね。グミです。うん。いやー、でもみどりさん、はい、その今後このみどりスーパー、はい、どうなっていきたいとか、その展望みたいなのあったりします？いや、そうですね。はい、あの飛んで埼玉の映画とともに、うん、世界埼玉化、はい、あ、いいですね、一緒に世界に飛んでいきたいですね。世界埼玉の計画で、もちろんそれを、春日部を中心にそれをリアルでやって BTS にこういいねもらう。あ、ね、BTS に、BTS、そう、世界のアイドル BTS に BTS、はい、いいねでいきなり BTS が出てきました。すごいです。俺たちのゴールはなんで BTS なの。BTS がゴールであるスタートなんです。 BTS 好きなんです。そう、そうでしょうね、今知りました、今知りました。好きないな、みどりさん、はい、面白いわ、最高のキャラクター、最高だ。夢が広がる緑スーパー、世界に羽ばたくのを期待しています。さあ、おしたま第3弾ご覧いただきましたが、今日はなんとスタジオに花輪さんが来てくれました。はい、どうも花輪でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。花
さん、ロケは2回目、ね、はい、2人とも2回目ですけれども、いかがですか。楽しかったですね。楽しかった。いやまだまだあるけど ね、もったいないぐらいですよ ね、だって割愛されてましたもんね。そうですよ多分あれの3倍ぐらいありましたからね。キャラが強いですね皆さん ね、キャラがもう、いや緑の、ね、はい、お母さん、はい、素晴らしいですよ。もう髪の毛も緑ですからね。そうです、肩書きも見ました。あれ草に長いで、うん、初代総長って書いてありました。そうなんですよ。そうですよ。すごいキャラクターの人。これはすごいですよ。僕とかあのビビる大木さんとかね、いろいろ作ってくれてたじゃないですか。まあ、それこそ飛んで埼玉もそうですけども、あの全くの無許可ですから。許可取ってない。それでいいんですよ。大丈夫？でさすがにみどりさんも BTS だけは作ってないですね。ちょっとね、大きすぎる。BTS は。さすがですよ、ね。でもあの10万石の本もね、そう、あれ夜勤こうさせてもらうのがテレビ初公開って言ってましたから。そうなんですか。そうそうそう。すごく上手でしたよね。いやそうです、うまいんですよ。器用なんですよ。そこもっと教えたいんですよ、ね。また工場長もちょっとキャラがねありそうで。そうそう。工場長黒かったですね。画面で見たらもっとより黒かったね。画面で見るとより、ね、こんぐらい焼けてましたよ。はい、ロケの他にもいろいろ花輪さんにお話をお伺いしたいと思います。ただ番組後半にはですね、映画、はい、飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めてのこともさらに深掘りしていきたいと思いますので、皆さん引き続きお楽しみに。続いては埼玉の耳寄り情報をお届けする今玉ピックアップのコーナー。今週は埼玉県民の日に行われた県庁オープンデーをピックアップ。11月14日の埼玉県民の日に県庁舎を開放して行われた県庁オープンデー。埼玉県の魅力に触れられるステージイベントが行われたほか、さまざまなブースが並び、会場は大勢の来場者でにぎわいました。なんと我らが今玉 MC 松井さんもファッションショーに出演。衣装には資源の循環利用を身近に感じてもらうため、リサイクル素材や古着が活用されています。松井さんが着ているのはテント生地をアップサイクルしたもの。素敵に着こなしていますね。ね、素敵に着こなしてますよね。とっても楽しいステージでした。かわいい。さらに知事公館では埼玉バーチャル観光大使の VTuber 春日部つくしさんのトークショーも開催。トークあり歌ありと盛りだくさんで会場は大盛況でした。この日には仮想空間で埼玉の魅力を再現したバーチャル埼玉もオープン。スマートフォンやパソコンがあればいつでもどこでも手軽に楽しめます。埼玉のいいところを知ることができ、埼玉をもっと好きになる、そんなきっかけが生まれることを目指したバーチャル空間となっています。来年3月31日までの公開となっているので、ぜひ皆さんも体験してみてくださいね。以上、今玉ピックアップをお届けしました。引き続き花輪さんよろしくお願いします。今回は飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めての公開が間近ということで、はい、映画や主題歌のお話を花輪さんといろいろお伺いしたいと思うんですけれども、はいはい、前作はあの主題歌を担当されていましたけれども、はい、今回はご出演もされてるんですよね。そうですね、主題歌もやらせていただいてるんですけども、実は俳優として。さすが監督ですね。いや本当も芝居得意でしたね。あら、そうなんですか。ナイツの花とは全然違うんですよ。ちょっと何も言えないな。でこれ路線族という、はい、まあ、埼玉の中にいろんなこう、ね、電車の線路路線ありますけども、はいはいはい、その6路線のですね、がこう集まって結託して、これが結構すごい重要な役なんですけど、僕は東武伊勢崎線の役で出てるんですよ。お、はい、春日部がありますんで。そうですよね。出演のオファーを受けた時はいかがでした？はい、いやそうですね、だからなかなか慣れないところもありますから、やっぱ髪がどうするのかなっていうですね。もう映画のためならこんなん全然切っちゃうと思ったんですけど、いやいや本当本当に花輪さんと言えばですよ。そうですよ、大事な。いや別に生えるんで、別に結構生えるから。じゃあ、あと監督がちゃんとヘルメットをこう用意して、これがまたいいんですよ、かっこいいんですよね、これね。
もうその路線族ってその県内出身の方もたくさんいたと思うんですけども、はい、どうですか共演されて、まずですねゴルゴさん、うん、あと我が家の杉山君、うん、矢田部さん、うん、あとはですね、誰でしたっけ、他もいっぱいいますよ、うん、はい、ね、デビッド伊藤さんとか確かあデビッドさんもいた、ね、そうですよ、デビッドさんもいたと山中さんもいたりとか、あすごいね、女方がこうね、はい、その路線の代表として出てましたけども、はいはいはい、はいはい、だから一番すごいのはやっぱゴルゴさんですね、うん、ゴルゴさんが僕らやっぱ芸人チームでも緊張してたんで、うん、なかなかお芝居慣れてないから、はい、大丈夫だよって言ったやっぱり芝居映画はコントと違うんだから自然体でいけばいいんだよ、いやその言葉で結構うまくいったんですよ、頼りになる、唯一 NG 出したのがゴルゴさんでした、ね、ゴルゴさんが監督からもっと自然体でお願いしますよって一番すいませんでした本人が一番緊張してたんです一番緊張してましたね、ゴルゴさんのおかげでね、はい、素晴らしい撮影になりまして、いやぜひとも注目してほしいな、そこも、はい、そんな、ね、裏話も聞きつつですけれども、うん、はいはい、あのお話にもあった通り主題歌も、ね、はい、そうです、ご担当されているということで、そうですね、これニュー咲き誇る埼玉という曲でございまして、この曲、まあ、監督と話してですね、はい、前作はいろいろこう結構ディスる、そうですよね、埼玉県をディスる感じだったんですけど、やはりまあ、ディスりすぎてもなっていうこともあって、うんうんうん、で監督からやっぱ埼玉愛あふれるですね、うん、歌に今回しようという、でまあ、埼玉参加で埼玉県の皆さんが一緒に歌える歌、いやということもあって作ったんですけど、これが素晴らしい曲になりまして、そうなんですね、はい、ミュージックビデオとかもしかもかなりなんか話題になってますね、そうですね、これが春日部のですね公民館で撮影したんですけども、ダンサーが、まあ、キッズダンサー、あと県内の60の市町村の PR 部隊が参加してくれまして、はい、特産品をこうアピールしてくれてるんですけど、なんと総勢350人が出演したと、でこれがワンシーンワンカットの撮影なんですね、カット、だからこれ皆さんですね、一般の方たちなのに本当に俳優さんなのかっていうぐらいすごい笑顔で、だからやっぱりね、結構ワンシーンワンカットなので何度もできないじゃないですか、そうですよ、間違えられない、そう緊張、もうみんなカメラ回ってたら素晴らしい笑顔で、ちゃんとこれテレタマくんも出てきますんで、ほら、ね、テレタマくん、そして後ろには絵があると思うんですけど、あれが春日部小学校のですね子たちが描いてくれた絵なんですね、花の絵で、いや振り付けもね、みんなで踊って、そうそう、そうなんですよ、踊りたくなります ね、 ね、一緒に、ね、見てて楽しくなる、確かに、いやこれ本当に埼玉県の、ね、皆様、これ全部埼玉県のみんなで作ったビルなんで、いやこれぜひとも歌って覚えてほしいなと、でこれが映画の最後に流れるとなんかちょっといろいろちょっとグッとくると思います、なんか本当ポジティブな気持ちになりますよね、わー素敵、いや素敵、そんな花輪さんにはその映画飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めての主題歌ニュー咲き誇れ埼玉ですね、この後スタジオで披露していただきます、やったー、皆さんぜひ最後までお見逃しなく、続いてはインフォメーションです、埼玉県思いやり駐車場制度が今月から始まっています、この制度は障害者など歩行が困難な方や配慮が必要な方などのために、公共の施設や商業施設などにある駐車区画の適正な利用をより一層推進していくものです。対象となるのは障害のある方や要介護高齢者、妊産婦の方などのうち要件を満たす方で、お住まいの市町村の窓口や県への電子申請などで利用証の交付が受けられます。制度の詳細や詳しい申請の仕方などは県のホームページでご確認ください。以上今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。金井さん、はい、今週のプレゼントは十万石さんからご提供いただきました。ありがとうございます。花輪さんと僕が紹介した飛んで埼玉コラボ十万石まんじゅう、前作と続編の2つのパッケージをセットにして3人の方にプレゼントします。応募は必要事項に今週の放送のご感想を添えてご覧の方法でお送りください。
締め切りは11月21日火曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さあ花輪さん、今たま2回目のご出演でしたけれども、はい、いかがでしたか。嬉しいですね。嬉しい。いや僕本当に今埼玉に、まあ、この飛んで埼玉のプロモーション等もあってですね、すごく来てるんですけど、はい、まあ、埼玉がもう大好きにどんどんなっていって、あ嬉しい。I love 埼玉、埼玉に住みたいぐらいだっていう、はい、本当に、これ佐賀県で流れたら結構やばい。全国で YouTube でご覧いただけますので、YouTube でも、はい、ぜひお願いします。はい、さあ映画は、ね、11月23日公開ということで、うん、皆さんもぜひご覧ください。さて来週は、はい、県内3つのネギの産地が集結、自慢のネギを全力で PR します。後半は、はい、今まさに掘り進めている大滝トンネルをご紹介します。来週もぜひご覧ください。さあ最後は花輪さんに飛んで埼玉、はい、琵琶湖より愛を込めての主題歌ニュー咲き誇れ埼玉を歌っていただきます。聴、はい、いてくださ い, 埼玉、嬉しい、それでは、はい、今時埼玉、今たままた来週。埼玉、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 埼
美しい彩の国、僕らのふるさと、咲いて